では、自己紹介お願いします。はい、ユンタンザミュージアムの松田です。よろしくお願いします。あと今日はいつもとは違うメンバーをお二人お連れしました。実は今ユンタンザミュージアムで学芸員実習を行っておりまして、それで来ている学生さん2人です。ちょっと自己紹介してもらおうと思いますので。琉球大学人文社会学部琉球アジア文化学科から参りました、伊波桃香と申します。沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科から参りました、中田手咲と申します。博物館にいる学芸員は資格になってまして、博物館で働きたいなっていう人は大学でこの資格を取るか、各館に行って実務を重ねて試験を受けて学芸員っていう資格を取るかっていう風になっています。で、お二人は大学に通いながら学芸員の資格を取るために今回実習で来ているお二人になります。この実習では今どんなことをされてるんですか？はい、お二人大学ではそれぞれすごい専門的なことをされてるかと思うんですけど、学芸員実習では博物館に関わる仕事全体をちょっと体験してもらうっていうことをやっていて、資料整理ですとか読谷村内の文化財に関することですとか、読谷村民話がたくさん残っているので民話にまつわる、ちょっと発表課題をやってもらったりとか、そういうことをしてますね。で、実習ではどういうことが1週間過ごしてどういうことが今のところ印象的でしたか？私はこの2日目に松田さんの元でこの経験させていただいた着物を出して、その着物を資料用に撮影して、で着物をちゃんと畳んで収蔵するっていう作業がすごい歴史を実際に着られていた昔の方が着られていた着物を触ることができて、すごいやっぱロマンを感じてしまって、すごい楽しかったんですけど、ただすごく手汗をかいてしまって、緊張してしまってあんなに手汗をかいたのはちょっと久しぶりでした。やっぱり、まあ、そうですよね、年代物ですから慎重に扱わなきゃっていうことでもそうですよね、それが触る機会あまりないですからね。そうだったんですね。アンデパンダンテンの準備が学芸員っぽいなと思って楽しかったです。アンデパンダンテ営業再開日からやる企画展らしいんですが、地域の人の作品を集めてっていうか展示するのがすごいなんか新鮮だなと思って、はい、なるほど。今後はどんな感じで、はい、研修って進めていくんですか？はい、いつもの実習でしたら最終的に、講座とかで自分たちの担当する文化財とか何かトピックを持ってもらって、対象の小学生の方とかに向けて発表してもらうという場を持ってるんですが、ちょっと今回コロナでミュージアムが閉まっているっていうこともあって、その発表の場は持てないんですが、一応何かトピックを自分で決めてもらって、読谷村に関することを調べてもらおうかなっていうふうに思っていて、2週目はだいたいその調べ学習の作業になりますね。ああ、なるほど。でこれからまあ調べ学習に入っていくわけですけど、はい、今なんか考えているテーマとかはあるんですか？調べ学習に関して、私は赤いんこぐ、この自分の卒論と紐づけて、この鳥居がありますね、はい、赤いんこぐのこの民話も赤いんこ伝説っていう民話があるので、それとこの赤いんこぐの結びつけて絡めて発表していけたらいいなって考えております。私はキナにあるキナ観音堂について、その歴史とか観音堂の役割とか伝説っていうものを見ていきたいなと思っています。